テリジノサウルス浄化サーザナソロイデアは、獣脚類コエルロサウリアに属するクレードの一つ。テリジノサウルス浄化の化石は白秋前期から白秋後期のモンゴル、中国、北、アメリカから発見される。オーストラリアも可能性がある。前肢、頭骨及び骨盤には、マニラプトラとその他の獣脚類の両方に類似する多数の特徴が見られ、鳥類に近縁である。 名称は古代ギリシャ語で、刈り取りを意味する、サーゼインとトカゲを意味する、シグマアルファーローソウロスに由来する。より古い名称であるセグノサウルス類は、ラテン語で、鈍いを意味する、セグニツとシグマアルファーローに由来する。ベイピアオサウルスの生態復元図、テリジノサウルス浄化は、非常に個性的で、しばしば特徴の組み合わせについて混乱が生じる。長い首、広い胴体、 基盤的竜脚形類のように獅子を使った歩行。後方に伸び、部分的に融合した独特な座骨は、古生物学者たちに、超番類の化石の特徴であると思われていた。テリジノサウルス上下の、最も華やかな特徴は、手の巨大な爪である。これは、テリジノサウルスにおいて約1メートルの長さに達する。他の獣脚類では届かなかった程度まで達することが、 可能なほどのテリジノサウルス浄化の前足の異常な稼働範囲は彼らが主に植物植生であるという考えも支持している。テリジノサウルス浄化はカリコテリウム類、オーナマケモノ、類人猿、ジャイアントパンダなどの後の時代の大型哺乳類と同様の方法で長いリーチと強く湾曲した爪を使用して枝をたぐり寄せ刈り取った可能性がある。ベイピアオサウルスの皮膚炎症は 原子のコートに覆われていた様子を保存している。ダウンフェザーのような羽毛は、コンプソグナトゥス類のシノサウロプテリクスのものと似ていて、長く、単純で、ディスプレイに用いられるようなうじくのような羽根である。テリジノサウルス浄化の体のサイズは、全長2.2メートルのベーピアオサウルスから、最大級の重脚類で、全長10メートル、体重5トンと推定されたテリジノサウルスまで幅広い。 テリジノサウルス前史、テリジノサウルス上下は長い間、複数の異なる恐竜の分類群の特徴を合わせ持つことと化石の希少性から謎の分類群だと思われていた。最初の発見から数十年の間、系統関係をめぐる論争が続いた。ペルルは1979年にセグノサウルスの化石がおそらく新しいグループの模式的なものであると指摘し、 暫定的に重脚類と分類した。彼は、セグノサウルスを、模式族及び唯一のメンバーとして、セグノサウルス化を提唱した。彼は、セグノサウルス化を、上腕骨と末節骨の形態の違いから、デーノケールス化及びデリジノサウルス化と区別した。あとの1979年、バルスボルドラは、セグノサウルス類とドロマエオサウルス類の骨盤の特徴が、 本来の獣脚類のそれと非常に異なっていることを発見し、おそらく10番類内の下目の分類階級で、恐竜は同ランクの3つの分類群に分けられるべきだと考えた。1980年、バルスボルドラは、セグノサウルス科のみを含む新しい獣脚類の下目を、セグノサウリアと命名した。同じ論文中で、彼らはエルリコサウルスを、 暫定的にセグノサウルスかとみなした。また不定のセグノサウリアの部分的な骨盤も記載した。それらは両方ともセグノサウルスと同じ地層から発見されたものである。合わせて標本はセグノサウリアに関する比較的完全なデータを提供した。彼らは後方に向いたチコ骨、細い化学骨、及び顎の全部に歯がないことによってまとめられた。バルスボルドラは 彼らの特徴の一部は、蝶類や竜脚類の特徴に似ているが、それらは外面的なものであり、詳しく検証すべきであるとした。セグノサウリアは、他の獣脚類とはおそらく比較的早期に分岐したために、本質的に異なっていることから新しい下目の根拠となったが、獣脚類との類似性も示した。エルリコサウルスの標本が骨盤を描いていたことから、著者は、それが、 セグノサウリアとは断定できなかった。エルリコサウルスは別の分類群の一部である可能性も考えられた。エルリコサウルスは化石が不完全であるため、セグノサウルスと直接比較することは困難だったが、ペルルは1981年に別の分類群に分ける理由はないと述べた。1八十二年、ペルルはセグノサウルスの前足に似た断片化石を報告し、 テリジノサウルスとして記載した。それらは、テリジノサウルスとほぼ同じロケーションで発見された。彼は、テリジノサウルスか、デーノケールスか、そしてセグノサウルスかは全て発達した前足を持つことを指摘し、これらを同一の分類群に再分類した。セグノサウルスとテリジノサウルスは特に似ており、デーノケールスかを除いて、彼らは同一のトガに属すると示唆された。 バルスボルドは1八十三年に、セグノサウルス科のセグノサウルスと、エルリコサウルスを存知し、セグノサウリア内の独自のトガであるエニグモサウルス科に属していた、不定のセグノサウルス類の骨盤に基づいて親族、エニグモサウルスを命名した。エルリコサウルスの骨盤の構造は不明であったが、エルリコサウルスと、セグノサウルスが、他の点で非常に似ており、エニグモサウルスの骨盤は、 セグノサウルスのそれとは大きく異なっているため、エニグモサウルスの骨盤がそれに属している、可能性は低いとバルスボルドは考えた。バルスボルドは、セグノサウルス科が典型的な獣脚類と比較して、非常に得意であるため、獣脚類の進化に非常に大きな逸脱があり、セグノサウルス科は、獣脚類の境界を越えていったとみなしたが、獣脚類内に存知することを選択した。 1983年後半、バルスボルドは、セグノサウルスの骨盤が獣脚類の標準から大きく、外れていると述べ、腸骨の構成が、一般的に獣脚類の構成と、類似していることを発見した。古獣脚類のように、四足歩行するエルリコサウルスの復元図古生物学者、グレゴリー・ポールは、1984年に、セグノサウルスは、獣脚類の特徴を持たず、 長脚類と同様の適応を果たし、後期白亜紀まで生存した派生的古竜脚類であると結論付けた。彼は、尾骨、下学骨、甲子の形態が古竜脚類に似ており、方骨、根、口外、骨、足根骨が長板類に似ていること、その他の点で初期の恐竜に似ていることを発見した。彼は、長板類は古竜脚類から派生したものであり、セグノサウルスは、 この繊維の中間的な生物の末裔であり、おそらく三畳期の間に分岐したと提唱した。このように、ポールは、セグノサウルスが、植物食恐竜であり、哺乳類における、炭鉱類のような存在であると考えた。彼は、セグノサウリアが獣脚類に由来する、可能性があること、または、セグノサウリア、古竜脚類、及び長番類がそれぞれ独立して、 初期の恐竜に由来する可能性を除外はしなかったが、その可能性は低いと考えた。この考えは恐竜が単系統としてリストした。彼らは1982年にテリジノサウルスに割り当てられた後足がセグノサウルスであることに同意したが、テリジノサウルス自体がセグノサウルスであるということは、テリジノサウルスが前足からしか知られていないため考慮しなかった。 1993年、古生物学者デール・ラッセルと東栄明は中国の親族アラシャサウルスを記載した。当時のその地域で最も完全な大型獣脚類の標本であった。いくつかの点で古竜脚類に似ていたが、手足の細部はテリジノサウルスとセグノサウルスにリンクした。それは前肢と後足の両方を保存しているため、アラシャサウルスは ペルルによる、セグノサウルス後足のテリジノサウルスへの割り当てが、おそらく正しいことを示した。ラッセルと、党はこれにより、セグノサウルス科は、テリジノサウルス上下のジュニアシノニムであると結論付けた。アラシャサウルスはこれまでで最も完全に知られた、同グループの代表格であり、たくさのより詳細な情報を提供する。彼らはまた、新しい上位分類、 テリジノサウルス浄化をアラシャサウルスとテリジノサウルス化を含めるものとして命名した。テリジノサウルス化は獣脚類のタクさ、テタヌラ類に位置付けられた。テリジノサウルス浄化はオルニトミムス化、トロードン化、そしてオビラプトル化に近縁であると考えた。それらは共にオビラプトロサウリアに内包されたマニラプトラが発見されたため、これらの従来のグループ化は無効になった。 当時、獣脚類の上位分類は流動的だった。セグノサウルス科とテリジノサウルス浄化のシノニム化は、ペルル自身も1994年のエルリコサウルスの頭骨の再記祭の中で認め、テリジノサウルス浄化は、原生鳥類を含むマニラプトラの獣脚類と考えられた。彼らはまた、 以前のテリジノサウルス浄化の長万類仮説と流脚類仮説の妥当性について論じ、様々な欠点を示した。1995年の古生物学者、レブ・アレクサンドロビッチ・ニソフは、テリジノサウルス浄化が流脚類である可能性を否定し、明らかに流万類に含まれると考えた。1996年、古生物学者、トーマス・ホルツは、コエルロサウリアの系統解析で、 テリジノサウルス浄化とオビラプトロサウルス類が単系統でくびれることを発見した。1999年、古生物学者女性らは中国の小型テリジノサウルス浄化、ベイピアオサウルスを記載した。これにより、このグループはコエルロサウリアに属し、古竜脚類との類似性は独自に進化したことが確実となった。彼らはテリジノサウルス類の系統関係を示す。 最初のクラドグラムを発表し、ベイピアオサウルスが、より多くの基盤的獣脚類、竜脚類、およびテリジノサウルス浄化の特徴を持っていることを示した。21世紀初頭、より多くのテリジノサウルス浄化の宅者が発見された。それには、アジア以外で発見されたものも含んでいる。それらは、グループの初期の進化を理解するのに役立つ発見だった。 デリジノサウルス浄化はもはや珍しい友気髪ともみなされない。彼らは以前考えられていたよりも多様なマニラプトラの獣脚類の一群として一般的に受け入れられた。デリジノサウルス浄化のマニラプトラ内での位置づけは不明瞭である。2017年に古生物学者アランターナーらはオビラプトロサウルス類とグループ化できることを発見した。ザンノラは二千九年は マニラプトラの再基盤であり、オルニトミモサウリアとアルバレスサウルス化に行為されるとみなした。化石標本が多く付加されたにもかかわらず、グループ内の系統関係は2010年にザンノがペリジノサウルス上下の最も詳細な系統解析を行うまで不確かだった。彼女はグループ内の系統関係を明らかにするための最重要障害としてアクセス不能、損傷。 ホロタイプの潜在的損失、断片的すぎる頭骨、及び重複する要素がほとんどない断片標本などを挙げた。サイズ比較骨格図、バルスボルドとペルルは、重客暗黙の上下の一つとして、セグノサウリアを命名した。東英明はさらに進んで、独自の分類階級、セグノサウルス名を提唱した。この名は、セグノサウルスが重脚類内の特殊なグループである。 ことが分かって、以来、帰却されている。クラークラは2004年にセグノサウルス目を、テリジノサウルス浄化のシノニムとみなした。テリジノサウルス浄化は1954年に、マレー F によって、巨大で、風変わりな重脚類テリジノサウルスのみを内包する、ものとして設立された。テリジノサウルス浄化は、系統発生の研究におけるセグノサウリアという古い、 名称に代わって用いられるようになり、これらの動物が古竜脚類の近現種であるという、今では信じられていない考えの関係から、二つのグループを含む系統学的定義が与えられた。以下の族の一覧は2010年の残土に基づく。異なる族の腰骨クレードテリジノサウリアは1997年にデール・ラッセルによって、アラショサウルス、エニグモサウルス、エルリコサウルス、 南春ゴサウルス、セグノサウルス、テリジノサウルス、そしてそれらに、オビラプトロサウリア、オルニトミモサウリア、トロードン類よりも禁煙なタクサを内包するものとして、最初に記載された。以前は、系統学的な定義のないタクとして、名前が付けられた、テリジノサウルス浄化は、2001年に、蝶によって、鳥よりもテリジノサウルスに禁煙なすべての獣脚類を、含むクレドとして、 初めて定義された。ただしこの定義では、既存のテリジノサウリアと同じ範囲を定義している。大体定義は2004年にクラークによって与えられた。それはファルカリウス及びそのすべての子孫というもので、これなら全てのテリジノサウルス類を含むより大きなグループに対して、テリジノサウリアという名を使用し続けることができる。この定義は、マリアンスカ、バルスボルド、ザンノラにも支持された。 ただしその後のセンター、2007、2012らの他の研究では、テリジノサウルス類の包括的なグループとして、テリジノサウルス浄化が用いられ続けられている。以下のクラドグラムは2007年のフィルセンターに基づく。以下のクラドグラムは2010年のリンジーザンノによる、テリジノサウリアの系統解析に基づく。以下のクラドグラムは2012年のフィルセンターらの系統解析に基づく。 以下のクラドグラムは、ハンヨングプラによる2013年のデリジノサウリアの系統解析に基づく。ありがとうございます。